はい、ということでですね、中島さん、はい、はい、これは今はこれは何通りですか？五条通り。これは15センチですね。五条通り、要は、市場より一本、一本というか、まあ南ですよね。そうですね。京都駅側ですね。はい、市場五条として、はい、今五条通りの方を中島さんと一緒にドライブさせてもらってます。はい。で、前回の続きタイガーマスクね、はい、まあそういう形でタイガーマスクは突如アイドル的なね人気あったものが、はい、ちょっとまあそういうようなね、はい、会社にそういったような形があったりだとかしたんで、まあタイガーマスクというものを引退っていうかな、タイガーマスクをやめますっていう流れやったんかな。まあ、その直前にこういろんな問題でタイガーマスクという名前が使えへんくなって、名前をこうリングネームをまた募集したりとかなんかいろいろあったんですけど、突如引退というかタイガーマスクを新日本プロレスを辞めるっていうことになるのかな。でそれと並行しましてですね、もう一つ、この今後、まあ、この佐山さんというのは要はシュートという今後のね、格闘技、日本における総合格闘技において一つ柱となる分ですよ、このシュートって。そしてもう一つね、まあ、技術的なものがシュートっていう部分であれば、一つ工業面に今日にあたるこの総合格闘技はこの格闘技ブームの中でね、やはり、工業面、要はその見る人がいるニーズね、ニーズがないと工業は成立しません。そこ一つやっぱり大きなね、元となったのは UWF ですね。 UWF というものがあったんですね。これは何なのかと言いますと、要は、当時そういう形でタイガーマスクがちょうど引退というかそういうような流れの中で、一つこれも工業面という部分なんですね。これは前田明さん、はい、UWF といえば前田明さんですね、はい、前田明さんがおっしゃるにはですよ、前田明さんの YouTube でおっしゃってたのは、この UWF というのは当時、まあ、そういうような格闘技志向の強い人たち、要するにプロレスラーというのは、まあ、道場で、ね、地獄の練習をして、そして決めっこという、こうスパーリング形式で試合をしたりする中でね、そういう方たちでこう切磋琢磨するんですけれども、試合ではそれが生かされない、うん、これなんでかというと、試合というのはやっぱり興行ですから、はい、やっぱりその若手レスラーが看板選手とかよりも目立ってはいけないとかね、要は大技を使ってはいけない、要するに練習していることが発揮されないというようなね、はい、そういう、まあ、これ2つの側面ですよ。要は興行として成立させるには人気レスラーがやっぱり活躍するというと興行は成立します。誰やねんというのは若手が活躍したところでそれでお金を生み出すというわけではないんでね、その側面と要するに苦悩ですよね、まあ、そういう形で競技者強くなりたいという競技ね、格闘技というものを追求するというこの2つの要は側面が当時のプロレスの中にはあったわけですよ。今は明確に分かれてますよ、うん、でその中でですね、そういう要は格闘技職の志向が強い人たちが集まってできたのが、まあ、UWF、これ UWF というのは第1次第2次というのがありましてですね、第1次はまあユニバーサルというような言い方をします、はい、でそこになんでそういうふうなものができたと言いますと、まあ、そういう格闘技職が強い側面と、あともう一つ、要は新日本プロレスというのはテレビ朝日と提携してますよね。でその中でもう一つ、当時は今みたいにこうインターネットもございません、ね、ネット配信とかもございません、もう全てはテレビですよ。テレビ中継があるかないかで全てが決まる。その中でもう一つ、テレビ朝日以外に要は契約したいと、放送新日本プロレスが、でも新日本プロレスはテレビ朝日と独占契約してますんで他と契約できない。でこれは前田明さんがおっしゃってた部分ですよ。でその中で猪木さんが、まあ一応建前上そういう形でそういう思考が強いものが集まって別団体を作ったっていう建前で、実は新日本プロレスの別動態という形、実際はね、そういう形でこの UWF というのを作って、要はフジテレビとこれで契約してフジテレビの放映を取ろうというような、実はそういった側面があったというようなことがあるんですね。はい、ではまた次回、ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。